エチオピアを南へ下り、ミルラの産地アファール族の地方へ向かいます。ミルラ、和名モツ薬は様々な文化で尊ばれてきた精油です。エジプトでは王のミイラを作る防腐剤として、そしてキフィというお香の材料に使われていました。またギリシャでは消毒剤として使われ、戦士たちは皆ミルラを持って戦いに出たそうです。カトリックでは神聖視されており、聖書では聖なる油の原料とされ、ソロモン王の画家では、我が愛しき人は私にとってミルラの袋、乳房の間で夜を過ごすと官能的に歌われています。ミルラはコンミフォラという木の樹脂です。エチオピア中東部アワシュ川が横切る砂漠のアファール盆地に生育します。ミルラの採取は昔から遊牧民の仕事です。牧畜で生活する反遊牧民族アファール族が主に行っています。アファール族の男たちは皆種族を守ることを使命としており、放牧に出る時も女性や子供を村に残さずに連れて行きます。そしてその道中、コンミホラの木を見るとミルラを採取するのです。シルバーグレーの樹皮を持つこの低木は、火山砂などの砂地に育ち、ボスエリアと同じく雨季に入ると葉を出します。曲がった幹にトゲのような新芽、樹脂の採取は容易ではありません。ミルラは流れ出す時はフランキンセンス同様乳白色ですが、乾くと赤茶色になります。ボスエリアと違い、コンミフォラの木は自然に樹液を流します。樹皮から樹液が染み出てくるのです。ですから採取時に木を傷つける必要はありません。傷のある木を見かけることもありますが、それは正しいやり方ではありません。ミルラの採取は素手で行いますが、乾いた樹脂はなかなか剥がれません。どうしても取れない場合は石や枝を使います。一行が村に戻るのは夕暮れです。採取したミルラは1キロ以上貯まると、村から最も近くの店に運ばれ、そこで売られます。アロマテラピーや香水業界でも人気の高いミルラの精油、蒸留は通常生産業者が原産国から樹脂を輸入して行います。再びグラースに戻ってミルラの蒸留方法を見てみましょう。フランキンセンスと同じく大量の水で蒸留します。250キロの樹脂に対し2500リットルの水を入れます。ミルラの蒸留はフランキンセンスよりももっと長く複雑です。精油を完全に回収するには5日もかかります。最初の2日間は水より比重の小さい軽いオイルを回収します。冷却器の出口にある2つのエセンシエという容器にたまるオイルです。3日目から重いオイルが現れます。これは3つ目のエセンシエにたまっていきます。
このエセンシエは水より比重が大きいオイルを回収するためのものです。仕組みは軽いオイルと逆なので、水の出口はエセンシエの上にあり、オイルの出口は下にあります。軽いオイルよりも色が暗く粘着性があります。エセンシエから出る水は再蒸留用には送り返されず、揮発性の溶媒を使ったオイル抽出機に送られます。水の中にはまだ非常に水溶性の高いオイルが混ざっているのです。普通のデカンテーションでは分離は不可能。そこでジャスミンの時と同じくヘキサンを使います。オイルを含んだ水はヘキサンが入った抽出カラムに送られます。水に溶けていたオイルの粒子をヘキサンが捉えます。水より比重が小さいため、ヘキサンは抽出カラムの上方にたまります。一方、下にたまった水は上流釜に送り返されます。このため水の量は常に一定となり、補充の必要がありません。オイルを吸ったヘキサンは濃縮装置に送られます。60度ぐらいに熱するとヘキサンは蒸発し、待望のオイルが残ります。一方、蒸発して気体となったヘキサンの方は冷却され、液体となって再び抽出カラムに送られます。最後の作業はサンダルウッドとよく似ています。回収した3タイプのオイルに少量の塩を入れて加熱し、水とオイルに分離します。そしてそれぞれフィルターでろ過します。最後に軽いオイル、重いオイル、水溶性の高いオイルの3つを混ぜ合わせると、特有の香りと成分のすべてを合わせ持つミルラの精油の完成となります。